どちらがここでしたっけ、すいません。マフィアです。オーケーです。それで行くんね。ということで行きたいと思います。これがベストフォークな行きたいと思います。先行がチーム破壊神、高校が、サケマフィア16の2本レディーファイズ。いや、たまには先行もいいかも、やりたい放題乗れるよ。音の上で何をしよう、相手は犬とよしだいら好きなやつだけれども、負ける気ないから音の間に言葉をはめてる。ずっとそれは一生ヒップホップやりたい放題やるのさ、好きなことを好きなように、それ以外をやる必要がないからずっと続けてる音楽、それ以外に興味がない、いつも言ってるそれだけずっと。ウェザビーから最高の仲間ばっか、俺は頭から、これはラガ、それでもいい、何を言ったってそれしか伝えることない、ぶっちゃけうざって腐った言葉なんか吐くつもりはねえ、俺ら所詮もともとダメな人間、武田信玄陰った風林火山、最近はプッシーばっか、だから頭の中もっとラガ増やしてこうか。いや、地元を振っと俺別にしてねえから、武田信玄なんて軽々しく言うんだろ、ブラガならフラッパーじゃなくて DJ って言ってくれないと、お前の神経もやられてるぜ。365日バカの今年、俺たち動かざるごと山のごとし、だが全国津々浦々目指すんだら、まさしく早く風のごとし、いや風のひょうなそよがせーなディスなんていうやつは俺たちには聞きはしないの。レイクサイドからシーサイド、ビートに潜った深海道、リアーサイド、お前の言葉が似合わないの。二人のレベルなら身を取りはせず、見事に埋める重力小説、相性抜群、重力号を制す地球上最強の生物、重力を制す10はどう考えてもこっちの方なのに、頭が回ってないからそんな言葉を吐いてしまう。動かざること山名ごと従す山と魂を持って、音の間に山のように言葉並べ立てる。風みたいに吹き去ることもできる、ガスを吹いた時に2回3回回ってる頭を前よりも先にずっとずっと、それだけさ、いつも犬が俺の手の上で回ってりゃ3回回ってわ。いや悪いけどラがやってるから DJ とかラッパーやからヒップホッパーって概念が古いねん。じゃあフットがどことかってどんだけシーンに還元してんねん、教えてくれよ。俺はラップだけで歌だけで稼いな金でこの国に使ってる、この都市に使ってる、それも分かってんやつがシャシャンな、だからラップそれ以上勝たんな。シーンに還元っていう言葉を俺の前で吐くなよ。いや、地元をレップしてるからこそ、自分の音源、音楽ってやつは自分のフットを上げるために使ってるぜ。いや、勘違いすんな、フットを上げるためじゃない、自分を上げてフットを上げるんだぜ、それが地元に対しての還元。いや、コマさん間違いない、だからコマさんかっけえ。いや、金ってやつを地元に還元したからって何か物足んねえ、俺たちの音楽はぶっ飛んでトンネルの向こうへ行けるミュージックだからこそ、光と影、これを糧にするんだぜ。どんぐりの背比べやってんな、ただの誤差、足りないのは実力とキャラの濃さ。あ、世はあがくんだ、世が変わる瞬間、集まったユーザー、ウィーナーオアルーザー。終了、判定いきたいと思います。ナイスバトルベスト。